こんにちは、ちびちびお稽古のまー先生です。まずポイントを説明するので、そこで動画を止めて解いてみてください。そして解説、テストでドキッとしないためのもう一歩を見て完璧にしましょう。それでは正の数、負の数の丸2を見ていきましょう。まずはポイントを説明していきます。まず最初に原点0からの距離を絶対値と言います。この絶対値は正の数、負の数から符号を取ったものです。次は不等号を使って負の数の大小を比べていきます。みんなもう分かってると思うんですけど、数直線上では右に行けば行くほど大きくなって、左に行けば行くほど小さくなります。それでは動画を止めて問題を解いてみてください。四角3番まであります。解説します。まず一つ目は絶対値の問題ですね。絶対値と言われたら符号を取ります。符号を取って2、8ですね。次は不等号の問題です。2とマイナス10を比べるために数直線を書きます。今回数直線を書きましたが、この感覚がもう分かってきたら、正の数の方が大きい、負の数の方がちっちゃいっていうのが分かってきたら書かなくて大丈夫です。負の数のマイナス10よりも正の数の2の方が大きいので答えはこうなりますね。次の問題に移ります。もう一つ絶対値の問題です。一瞬複雑に感じるかもしれませんが、数直線を書いて考えると簡単な問題です。まず絶対値が4なのは4とマイナス4ですね。そして4より小さいと言われたら4は入りません。なので今回の場合は4とマイナス4は入らないということですね。数直線で表すとこうなります。なので答えはマイナス3、マイナス2、マイナス1、0、1、2、3です。この動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録で応援お願いします。最後、テストでドキッとしないためのもう一歩です。3つ以上の数の大小を比べることもあるので、数直線に合わせて常に左側に小さいものを置いて、このひらがなのくの符号で書いたら間違えないかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。